本日は吉野をご導入いただいております株式会社アストン竹田様にご参加いただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。弊社からは安富、誠、坂田の3名で参加させていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、自己紹介をいただけますでしょうか。はい、私アストンの竹田と申します。業務としては主にコールセンターの案件の整理だったりとか管理だったりとか、あとは分析担当で従事しております。御社の事業内容についても教えていただけますでしょうか。こちら弊社のホームページになります。こちらにはリラックスプラス BPO で企業の生産性を加速させるアストンとありまして、主に2つの部門に分かれております。1つが物に関する悩みを解決して、例えばシステムの制作だったりとか、あとはサーバーの構築、それから PC の調達といったものに関する悩みですね、こちら解決して業務の生産性を上げる手助けをする部門となっております。もう一つが人に関する悩みを解決する部門となっておりまして、こちらも例えばもっと人がいれば他のもっと大事なところに時間を費やせるのになといった悩み、こちらを解決するためのチームになっておりまして、具体的な業務内容としてはコールセンターであったりとか、あとはデータ入力をする部門となっておりまして、私はこちらの BPO という業務の管理分析担当として従事しております。そういった事業を展開される中で、吉野をご導入いただいた背景についても教えていただけますか。はい、で私自身の話にはなってしまうんですけれども、趣味にゴルフだったりとか、あとはゲームがあるんですね。例えばそのどうすればゴルフのスコアが良くなるのかであったりとか、どうすればゲームで強くなれるかといった些細なことではあるんですけれども、日常生活でも分析をすることが好きな人間でございまして、この度その社内でも分析をすることができればいいなとは考えていたんですけれども、実際にその私自身 PC のスキルがあまりない方なので、どうしようかなというふうに迷っていたところ、偶然吉野さんと出会いましてですね、導入することに決めました。なんか印象として一つ吉野を見ていただいて決められた理由だったりとかありましたか。はい、そうですね、導入する前のその御社の手厚いサポートであったりとか、そういったものにはすごく感謝していますし、あとは低コストな面ですね、もちろんそのお金のこともそうなんですけれども、難しい操作がいらないっていう面ですね、PC スキルがあまりない私にも簡単に使うことができる、そういった技術面でのコストパフォーマンスですね、そちらに惹かれて導入を決断いたしました。実際吉野を使用されてみて、そのあたりの感覚というか所感としていかがですか。そうですね、所感としては本当何と言っても使いやすくて、難しいデータを作成する必要もないので、例えば関数を組んだりとかそういうのも必要ないので、本当に簡単に扱うことができて、あと吉野のウェブサイト、こちらのレイアウトもすごく可愛いものになっておりまして、そこもスタッフからは人気ですね。ちなみにその吉野自体は一人の方が触られてるというよりかは、業務担当の初めて分析をされる方が複数名ご利用されてるんですかね。そうですね、多くはないんですけれども 2,3 人程度なんですけれども、一緒に使っているものがいる。じゃあ私から何点か質問させていただければと思います。お願いします。実際に御社の業務でどういったデータを分析していらっしゃるのかとかお伺いしてもよろしいですか。はい、主にアンケート調査だったりとか、業務様々あるんですけれども、業務ごとの対応履歴から分析をかけてみたりとか、あとは音声データですね、過去の音声データをダウンロードして分析に使っております。ちなみにそこからどういったのが見えたとか、ちょっと詳しいこと聞いてもいいですか。弊社業務にはいろいろ種類があるんですけれども、さまざま業種もあって、その業種ごとに過去の問い合わせを分析にかけてみることで、どんな問い合わせが多いのか、そういったことを可視化できるので、現在の業界の社会情勢っていうんですか、そういったものも見ることができるようになりました。そこから見えたものをさらに深掘りで分析をしていって、業務の FAQ の更新であったりとか、あとは他社さんにとっても利益のある提案をすることもできるようになりまして、で一つの事例を紹介させていただくと、その他社さんの内部というか社内状況を改善するためのアンケートの調査やらさせていただきまして、それを分析して報告書を作成しました。その報告書を弊社の商品として売ることができたっていう実績もあります。そのレポートっていうのはどういう結果が生まれたんですかね、そのアンケートを取って。そうですね、アンケートを取って、例えば、他社さんなんですけれども、その社内の今の状況であったりとか、スタッフさんがどう思っているのかであったりとか、あとは業務に関する不満とかがあったりもするので、
そういったものをですね、可視化して、こういったことがありましたよ。じゃあ、こういうふうに今後対応していくのはどうですかみたいな提案をさせていただきました。じゃあ実際にヨシナを使ってどういうふうにまとめたとかっていうのをお伺いしてもよろしいですか。ヨシナを使ってサマリーレポートという機能があると思うんですけれども、そこを復唱してグラフで載せて、それもその Excel するよりも全然可愛いものになってますので、そういったものを報告書の方に載せたりとか、あとはもう単にその話題化されたもの、よくあるワードとかですね、そういったところをスクリーンショットでやって、こういう意見が多かったですよみたいなまとめ方をさせていただきました。ちなみにその画面とかって見せていただくことってできますか。それについては他社さんのものなので、ちょっとお見せするのはあれかなということで、その他社さんのそのアンケートを分析して、うちもやってみようというふうに思ったんですね。そこで弊社でもアンケートを実施をさせていただきまして、その結果を一部なんですけれども紹介させていただければと思います、はい、こちらが話題可視化の結果のグラフのところをサマリーレポートですね、サマリーレポートをスクリーンショットした画面になりまして、意見としてはここは自由記述欄のところですねを分析をかけさせていただきまして、ご覧いただけるように管理への要望、まあ我々社員への要望ですね、こちらが 34.8% と、もうほとんどみたいな結果になってしまいまして、この結果を受けて我々社員も頑張らなければいけないなとか、あとはスタッフの要望を叶えるためにどのような働き方をしていけばいいのかみたいな考え方の改革っていうんですか、そういったことができるようになりました。なんか今まで見えてなかったこととか、そういうのが見えてきたっていう感じですかね。そうなんですよ。実際に社内で不満とかありませんかといった会話ってすることあんまりないじゃないですか。だから本当いい機会だなと思って、はい、ちなみに実際にこれ見せ方として工夫してる点とかってあったりしますか。はい、そちらは私から回答させていただきます。こちらの見せ方につきましてですね、よくあるツールとしましては、こんな内容がどのぐらいの割合ありましたよっていうところまでは見えるものが多いんですね。でもだから何ってなってしまうことがよくあります。そこをだから何で終わらせないために、具体的にどんなことが多く書かれていますよというのをこの円グラフの横に表示してあげることで、あ、この管理への要望っていうのはこういうものがあるんだというのを見えるようにしているとともに、他にもですね、グラフの下にコメントを記載する欄を作ってあります。ここで何を伝えたいんだとか、どうだったよというのを自分たちなりにメモを残せるような形になっております。実際にここの見やすさって、掛田さんも体感されたりとか、活かしやすかったなって思われたりされましたか？そうですね、そこに関しては本当このグラフの下にメモを書けるところがまさに本当便利だなと思って、はい、今回も使わせていただきました。実際に初めて分析をされるっていうところから、すごく分析マスターになってるんじゃないかなって思うぐらい素晴らしいなっていうふうに感じてまして、実際にやられてみて分析に対する掛田さん的な印象だったり、社内のこう印象っていかがでしたか。私としては分析スキルというか、そういうものもゼロで始めたので、最初は何から始めればいいなとか、あとは分析結果を出して最初にどこを見ればいいのかということもですね、ちょっと戸惑ってはいたんですけれども、御社の末裔様であったりとか安富様からですね、私の方でわからないことがあったら質問を投げかけたりしていたんですね。そこでもうすぐに回答をしてくださって大変助かっているところもあって、もうそのおかげで分析マスターみたいなものになれたのかなとは思っているんですけど、データ分析に対する私の一番最初の所感というものは難しそうだなとかは思っていたんですね。なんですけれども、どうしても難しいという固定概念、イメージを持つ人が多いと思うんですけれども、例えば資格がいるのかとか、そういったイメージを持つ人がいると思うんですけれども、そんなことはなくて、Excel の関数とかも組む必要もないですし、あ、こんなに分析って楽しいんだとか、こんなに簡単にできるんだなとか、本当に誰でも簡単に楽しい分析ライフを送ることができるようになりますので、私にとってヨシナを使ってみて本当に利点しかないでございます。今後こういうことをやっていきたいだったり、展望などありましたら教えてください。今後としては今検討中の段階ではあるんですけれども、昨年12月あたりから弊社の業務で、ある会社さんのコンシューマーサービス、例えば商品の注文とか、あとはその契約に関する問い合わせみたいなものの受付業務を行っているんですけれども、
そこで想定していたよりも入電数が多くて取り切れない電話があったんですね。そこでそのどうしても取り切れない電話をどのように取っていくかであったりとか、あとはどうやったら電話自体を減らせるのかみたいなものを、まあ吉野で過去の対応履歴から分析をかけてみて出していって、でその会社さんにじゃあこういうシステムを導入しましょうよだとか、こういう対応をしていきましょうよとか、そういった提案ができるようにどのように提案していこうかなという検討をしている最中でございます。今後ヨスナを使ってやっていきたいことなんですけれども、その弊社業務にはまた他社の商品、例えばシステムであったりとか、そういったものを導入してみませんかといった営業代行みたいなものをする業務もあるんですけれども、その通話の音声データを吉野で分析をかけて、現在のその業界でどのようなものが流行っているのかとか、あとはその会社さんの何が課題なのかっていうことを分析をかける。またどういったことを話せば新規のお客様を手に入れることができるのか、そういったものをまとめた報告書を作って、それを弊社商品として売っていきたいと考えておりまして、アップセルですねと考えておりまして、そうすることでその新規のお客様も獲得できる、それイコール他社さんにとっては売上の向上にもつながるわけではありますね。またその弊社への その信頼であったりとか、あとは受注金額の向上というのも見込めて、お互いにウィンウィンな関係を吉野を使って作っていけたらいいなと思っております。以上で終了とさせていただきます。今回は株式会社アストンの掛田様にご参加いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。では高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。